皆さんご機嫌いかがですか。滝川舞子です。今回ですね、新曲晩夏の岬が発売になりました。もう皆さんお聞きいただけましたでしょうか。皆さんのおかげで私も来年ですね、デビュー35周年という節目の年を迎えさせていただきます。まだまだ若いですけどね。まあ、そういうことで今回は35周年に向かって、まあ、前年の年となります。この1年というのもね、来年に向かって大事な1年となりそうです。そのデビュー35周年に向けての第1弾ということで、今回の晩夏の岬、私のデビュー月が5月だったものですから、5月に発売をさせていただきまして、そして、今年の11月には、まあ、私の誕生月なんですけれども、デビュー35周年に向けての第2弾が、早くも発売になります。そして来年のデビュー35周年の5月は第3弾ということで、どんどんどんと、まあ、柱をですね、一つずつ立てて、まあ、どの柱も大事なんですけれども、この柱を全部立てて35周年という大きな家を建てたいなという、そういう計画で、そんな勢いで頑張っていきたいと思います。その第1弾にふさわしくですね、今回の歌は、今野梓先生作詞、そして作曲が9年ぶりとなります岡千秋先生に作っていただきました。とってもドラマティックでダイナミックで、でもその女性の、微妙に揺れ動く繊細な心をですね、素晴らしい作品として作っていただけたなと、感謝しております。毎回の新曲が出るたんびにですね、ここのところ、まあ、なかなか皆さんのもとにキャンペーンも行けないということもありまして、こういった私の拙いピアノではありますが、私もこういうふうに注意して歌ってますよっていうようなワンポイントアドバイス動画をですね、撮らせていただいているので、今回の新曲の晩夏の岬もですね、まあ、今からやらせていただいて、もしね、参考に、皆さんの参考になってヒントになったらいいなという思いで、今日今からちょっとレッスン動画を撮ってみたいと思います。それでは、行ってみたいと思います。今回のこの歌はですね、もう私も注意してるんですけれども、歌う前の伴奏をよく聞いて、歌とその伴奏とお友達になるような感じで、こう繋いでいっていただくと、必ず自然と、いい歌が歌えると思います。で、最初の出だしですけれども、いきなり高いところから行くんです。この先は恋の雪止まりと行きます。で、私も最初譜面を見た時に、このこの音がどの音です。まあ、今回の歌の中で一番、高い音になります。で、いきなりこれが出てたので、あ、最初ちょっと難しいかなと思ったんですけれども、岡先生にこれちょっとふわーっと出していいですかと、そんなにいきなりバーンと出さなくていいですかって言ったら、むしろそういう風に歌ってくれと言われました。で、私がこうして歌ったら歌いやすいなと思ったのが、最初の出だしのところの伴奏ですね。高音に行くまでの伴奏がですね、ラララララララっていうのが入るんです。で、こういう風に入りますから、ここのところのタタ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 って聞いて、このまんまそのまんま乗っかっていってほしいんです。この先は恋の雪止まりと言ってください。このこれ聞かなかったら、やっぱり高いっていうところを意識してしまうと、こうってこういう風にね、この先はって言ったら、もうなんか本当に行き止まりになっちゃっていきなりね、余裕がなくなりますので、そんなに気張らなくて、頑張らなくていいですから。この先は恋の雪止まりとこう言ってください。この先は恋の雪止まり、ね、このメロディーがちょっと変わってて、印象的なところでもありますけれども、ふわりがちょっと面白いふわりですから、ね、皆さんそこちょっと注意してやってください。この先は恋の雪止まり、3、はい。この先は恋の雪止まり、そうですね。
といきますね。この先は恋の行き止まり、戻れはしない、戻れはしない、とこう均等にね、早まってもいけないし、戻れはしないと言っても戻れはしないとずらしてもちょっとおかしいので、均等にやってください。戻れはしない心から、ここが一番この歌で低いところです。で、まあ、低いところも出そうと思うと喉がギュッと締まってしまうので、戻れはしないって歌ったら、もうその程いいところで切っていただいて、次の準備を余裕を持ってしてください。でなるべく喉をこうわーっとほーっとね、あくびするような感じで開けておいて、崩れて白い、そんなに張り上げるとこじゃないので、息声でもね全然おかしくないです。崩れて、もう優しく歌ってあげてください。白い波しぶき、3、崩れてね、3、はい、崩れて後ろのギターが、鳴りますから、この音をよく聞いてください。罪だって構わない、死んだって、ね、あなたというふうに必ず歌った後に伴奏がちゃんとつないでくれますから、だからあんまり私の中ではですね、罪だってこれ聞けなくなるんです。罪だってって伸ばしすぎると、罪だって構わない、死んだってこういうふうにはね伸びないはずなんです。でここは本当語るところなので、あんまり語尾を伸ばしすぎないように、伸ばすとね間違いじゃないんですけど、ちょっとダサい、私の中ではちょっとダサい感じがしてます。罪だって構わない、死んだってねえあなた、伸ばすのはここです。ねえあなた、泣いて泣いて叫んでも暗い波間に消えてゆくといきます。今みたいにねえあなた、ここはもうだんだんクレッシェンドで伴奏が大きくなってますので、気持ちもね乗っていってください。そしたら、ノンブレスでブレスをねこう息を吸わないでいける方は、このまま泣いてねえあなた、泣いてといければ、私はちょっとそういう頑張って言ってるんですけれども、いけない方は、ねえあなた、泣いて泣いてとこう一個一個ついでも全然おかしくはありませんので、皆さんが歌いい、ちょうどいい声が出ると感じだなっていうのを唱法で取ってやっていただければいいと思います。じゃあ罪だってっていうところね、罪だって構わない、死んだってねえあなた、泣いて泣いて叫んでも暗い波間に消えてゆくときたら、もうあっという間に最後の、ようになります。暗い波間に消えてゆく、もうここは
の最後の一行に行くためのもうぐわーっと気持ちがそれまで盛り上がってましたから、ちょっとクールダウンするような気持ちで、感情は乗せたまんまですけれども寂しい気持ちで、ゆっくりこうトーンを落としていってください。そしたら最後のとこです。一人ばっかの期待先と言って終わりです。一人、この日の音も最初の崩れてと同じ音ですので、ここも、まあ、喉をね締めないで、一人ばっかのとこ言ってください。ここも頑張るとこじゃないので、一人ばっかのでこういう音を聞いてしっかり息を吸って、きたみさきと締めてください。そんな感じで、まあ、よく後ろの伴奏を聞きながら次につなげる、歌って次につなげるというそんな感じでやっていただくと必ず歌えるようになると思います。じゃあちょっと伴奏で、皆さん通してやってみたいと思いますので、ちょっとついて歌ってみてください。私小さく歌いますからね。じゃあ行きますよ。カラオケに乗せて、歌っていただければと思います。少しずつ全国各地に伺えるチャンスも増えてきましたので、皆さんに生歌がね、お届けできますように、私も一生懸命、晩夏の岬ヒットを目指して、熱い夏の心でギラギラと頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援していてください。晩夏の岬ぜひ歌ってください。滝川真理子でした。